止まらないです、ね、号泣です。さあトンの2曲になりました。鈴木の親番です。先ほどリーチを打ちましたが、まあ、空振りとなりましたね。ドラはローマ。なんか鈴木好みの手が来たっぽいような気がいいですね。最後はちょっと良くなかったですね。さあこの2枚、貯める、うん、ソーズかな。さあなんちゃ現在親番中の なんちゃスタートの鈴木優ですね。本日か456の3色を見たいな。とりあえず Q1 か。でもあ、うん、そうか、 Q1 だね、はい。36期前期入会、プロ歴は11年目、年齢は40歳。ね、男前だよね、はい、40歳見えないよね。もう、ね、僕もこの間40になったんでなんてコメントで、あのなんだインタビューでね、他局の後放送他局の後されてたけど、はい、ね、かっこいいよね。そうですね、見えないな。でももう40なんだね、ゆうくん。東海支部からあのもうこの対局のために普段は通ってるんですよね、東海はね。そうですね、はい。さあ通りの最強戦の申し子ということで、アマチュア時代に2000人の中から最強戦の予選を勝ち上がって、しかも2年連続、うん、決勝、はい、ね、という実績がありますね。取ってはなかったんだよね。でも決勝に2年連続なんかファイナルってますね。尋常じゃないよね、はい。で3位プロになってから最強戦のプロ戦優勝した。あ、そうですそうです、ね、うん。まあ、最強戦のプロ予選はなかなか人間は優勝できないんで、勝つ者よっぽど強いですね。浅井プロ勝ってらっしゃいます。ありがとうございます。ちょっと眠ってほしかったね。強いアピール。強い自己主張。そんな鈴木の親番ですね。初めての A1 リーグ初めての決定戦です。あの鈴木のエピソードなんですけど、はい、ね、あのほらすっごいこう身なりもね、かっこよくて、おしゃれですね。ね、おしゃれだし、顔も良くてさ、うん、すごい性格もいいやつなの。後輩思いだし、うん、先輩のこともちゃんとね考えてるし、もうみんな悪く言う人誰もいない。うん、で、まあ東海の方でもね、すごい支部長としてこういろいろ運営もね、いっぱい。ザ有能だよね。そう、うん、なんですよ。うん、で僕一緒に研究会もやってて、実はついこの間京都駅から一緒に、はい、あの新幹線見送る時にね、途中まで一緒に乗ってたのね。で、あ、ちょっとすいません高橋さん、あの改札出ようとした時に、入ろうとした時に、うん、あ、ちょっと僕切符買ってきますって言って切符えっと思って、あ、なんかあのチャージするのかなと思って、うん、あのスイカとかイコカとかそういうのがね、あのにお金がなくてチャージするのかなと思ったら普通に切符買ってるんですよ。え、どういうことと思って、今時こんな人いると思って、え、スイカ持ってないの、忘れたのって聞いたら、あ、僕持ってないんですって言うんで、え、不便じゃない、すごい不便ですって、ね、すごく移動が多いんですけど ね、特にね、しかもね、そう、しかもめちゃくちゃ動き回るやつなのよ、うん、いや、ちょっとそういったお茶目な面も、ね、なぜ持ってない、いや、なんか持ってないんですよね。なんか車社会の方とかがね、持ってないとかだったらまだわかるけど、めちゃくちゃ電車乗るじゃんみたいな。いや、そんなエピソードが聞けるのも高橋さんならですね。やっぱりね、麻雀に全振りしてるやつってちょっとどうかおかしいんだちょっと抜けてるの。さあ、園田がですね、先ほどペン三層をチーしました。はい、チンスですね、うん、今回はこう本手の可能性が非常に高いですね。はい、すいません、ちょっと脱線しました。いや、もうそういったそう人間らしいエピソードが聞けるのもね、こんなことあるんだと思って、はい、この鈴木優選手の魅力がまた一つ皆さんに伝わったのではないでしょうか。そういうチャーミングなところもありますよっていうことなんですけど、人間臭い極みみたいな、ね、本当ですね、スイカ持ってないとこあるのと思って。さあさあ、順調、伸びましたよ。大悟も前順ね、言いそう切ってて、園田がソースなんじゃないかなってことは、このペン三蔵弱いなってことでスッと払ってますよね。それによって Q1 を持てたんで一通ドアが見れますよ。はい、第5イーシャンテンになっています。あ、そして新井ですね。新井はペーチャ、あれはダメですね、チートイズですね。うん、はい、今日1日苦しいですね、まあ、今日1日というか、まあ、まだまだまだね、まだ今日は1回しかやってないですから、はい、ここからですよ、大丈夫です。なぜかマンズラローマンなのにマンズが安いんですよ。うん、ちょっと変わった場、ね、非常に変わった場なんですよね。一番は切ってる園田がね、はい、ね、ほら、なんで大悟がこれ一通キャッチできちゃうかも。そうね、これ通常のカンウアンよりずっとよく見えるよ ね、うん、ねドラヒョウカンウアンって最低じゃないですか、うん、最低なんだよね普通はね、はい、なんですが結構良さげですよね。実際2枚います。2枚いるね。さあ、鈴木初のアンコは嬉しいところ。いや、これ大悟ね、このカンウアンになるの結構すごいんですよ本当に。
イーソーリャンゾのところをね9番切っちゃう人っていっぱいいると思うんで、いっぱいいる679だったもんね、はい、当時ね、はい、開いた、イースーピン3枚切っていますね。これは選べないよね。そうですね、はい、これはさそのまま切りますかですね、 まあ、どっちから切るかだけだと思うんですよね、はい、まあ、実際3ピンで1枚しかなかったんで、ウーマンの方がいるんですよね、なんでこの第5の手順は地味だけど結構いい手順なんですよっていうのをお伝えしたいですね、いやこれ仕上がりがね十分ありますからね、はい、そう2戦4戦が3戦6戦になるかもしれないし ね、そうですよね、そう戦2戦が2戦4戦になるかもしれない、あれもここでドラ表示牌のウーマン話していきますね、こういったタイミングも大事、はい、そう続きもな、数ワンキって何のことないんだけど、ちょっとこのワンズの安さにちょっと嘘先切っちゃうみたいな、うん、下茶がソーズなのがちょっと引っかかってるけど、ソーズにくっつくのも嫌だしな、でも回り切ってるしな、どうしようかなみたいな感じですね、リャンピンも切ってるけどさすがにこうか、ちなみに先に嘘を切って両面固定してるパターンも結構あったんですけど、そうすると園田に嘘ポンが入ってチーソー引いてるんで、園田の陳列が成就したかもしれないですね、なんとそれは運命大きく分けてましたね、結構この切り順は変わってそうですね、いろいろ、いや鈴木のこのファインプレーになるかもしれませんね、この曲は、はい、園田の右端に嘘を置いてる、あら、まあ、サブローソー、まあ、リーチか、うん、行きましょう、リーチだね、さあここはリーチと行きました、親の鈴木です、リーチ初3枚結構いるんじゃないですか、1,2,3枚いれば十分ですね、3,4,5,6,あ2枚か、2枚十分じゃないですか、さあこれに園田がどこまでいけるのかが今後の注目ポイントでもあります、うわ天才、天の才、本当にそして現物を切って親の現物待ちの急走とは、うん、ですね、園田がスーパー危ないです、スーパー危ない。白も2枚います。白も2枚。はい。さあどうなってしまうんだ。第5に追いつかれた。サブローソー3枚 ?3 対2。あ、2対、2対3です。2対3。はい。シャンポンの方がいい。危ない。次が本当に危ないです。まだトンチュン両方安牌だもんね。はい。またすぐには出ないか。さあこれで親ってなるぞ、みんなが。この言いそう現物でしたっけというところ、うん、違うよね、通ってませんね、うんうん、てかこのサブロス振り点なんですね、あ本当だ、え、あ園田が三層チンしてますね、うっかりしてたってことは三層先切ってるから想像もいつれるのにそこってあんましないでしょうで、言いそうは切りやすいかなとはちょっと見えるかな、うん、いやにしてもやっぱりこの第五本当に決まっちゃうの、あローマン、これかドラだ、こいつ以降あるんだ、あと9万切る手もある、9万切りリーチも相当ありますね、9万切りでリーチもあるね、はい、9万切りリーチって園田急走大丈夫本当に、あさあここでいった、ここまで打たれなかった、いやこれ相当やばいんじゃない、急走チュンチュンの次、チュンの次二巡後が危険ですね、そもそも白まだ2枚山なんだもんね、そうですね、三蔵が打てるか、さ発感せず振り点はやはりイーソーもそもそも打てるよね、うん、イーソー三蔵、はい、チュン候補としてはね、うん、ってことは逆にと打たないかも、そうか、なんか粘らなくて、そうですね、あの一人リーチだと粘っちゃいそうだから急走出そうだったんですけど、二人リーチだと粘らなくなるんで止まるかもしれないですね、そうベタ折りになるからね、で鈴木は追っかけられたらちょっと恐ろしくて緩和できないですね、そうですよね、はい、今しかもこう新井が3走切ってより枚数減ったとこ見せられてますから、はい、いや第五としても怖いところ、はい、怖いですね、大丈夫だよって教えてあげたいですね、そうですよ、怖いのは鈴木なんですよこの第五の追っかけ道怖いですよね、怖いね、怖いですね、うん、川に何か整いましたみたいな感がありますからね、さあ実際にいかにも高くなりましたって感じしない、あの Q1 ね、一層その前にプッシュしてて、はい、Q1 って出しだもんね、ドラがロー1でね、恐ろしいですね、実際は値段変わってないんだけど、さあ白もいる、ちょっと安くなってるぐらいなんだけど、うん、本当は園田どうでしょうか、まあまだつなぎますね、チュンが、はい、まあ、これはもう多分打たないと思いますね、チュンチュン3-1で変なテンパイが入らなければ、スーパービビってます、力入った、いや大悟これだけ力入ること珍しいんじゃないですか、そうですね、でもこれものすごく当たりそうに見えるよね、はい、うん、ウーピン通った後ですからね、だってフリテンリーチなんて分かんないもんね、うん、なかなかね、園田が補充するとしたらローマンにくっついてウッパーソーを引いた時って言ったんですよ僕はこれチュンを切るんですよ多分、まあ、チュン切るな、チュン切るね、はい、でドラにくっついた時は本格的にまずいかもしれないですね、だってこれ急走なんてそんな
当たるって感じするもん ね大悟に当たるって思わないよね、はい、なんでこれウーソーポンテンとかは取れないからよかったけど、うん、ドラにくっついたらと切るよね。そうですよね、ウーソーぐらい、ね、はい、ピンチです人としてね。いやこの後のどうなってしまうんだ。転敗しまだ白2枚山だね、いますね、はい、さあ何も持ってこなければ、あーちょ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 、やはり打たれた、えーってなるよね。大悟が捉えたこの球走、リーチドラドラの仕上がりとなりました。5200点、また出ちゃったよ大悟スペシャル。出ましたね。あのだってこのマンズの連続形が捉えられてないわけですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよね、うん、まあ、ピンズを入れてのリーチはあったかもしれないですけど、ね、そうなんですよ、マンズがだからあの辺の真ん中9、6、1みたいな感じで並んでる、うん、リーチドラ1のシャンポンになってることは結構だから2、6、ね、そう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 、はい、うん、それなら普通かなって感じね、うん、さあ大悟がまたしてもやってきました。先ほどトップ目だった園田から5200点の上がり。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。